いやちゃよ、以上です。そうで今日もやっていくんですけど、今日はね、ペッカ工場やっていきたいと思います。で、ペッカ工場なんですけどね、今マルチで一番トロ上がってる方がこれなので、今ねマジアチャ型ねめちゃくちゃ少ないんですよ。で、ほぼダックプリ型もねそんなにいなくて、やっぱねこのゴーストサンゴのザップですね。で、ここはユーノかトリトンなんですけど、若干トリトンが上かなって感じですね。なんで今日はねこの型を使っていこうかなと思います。ということで行きましょう。マルチなんですけどね、この方ね、俺あんまり使い慣れてなくて、そうっていうのも別に使い慣れてないわけはないですね。なんですけど、マジアチャをねめちゃくちゃ、もう多分皆さんご存知の通り、俺マジアチャをねめちゃくちゃ愛用してるんですよ。そうだから、マジアチャがね今ちょっとねベビーとメガコが多くて、マジアチャの刺さりがちょっと悪いんですよね。そうだから今ね三顔型の方がね圧倒的に多いんですけど、そうなんでね、でマジアチャとかだとね結構ね立ち回りが違って、ベビー、まあ、なんだろう、単純にね、マジアチャとサンガゴ何がね、そんなに違うのっていうね、思う人いると思うんですけど、なんだろうな。まあ、サンガゴ型の強みとしては、逆際向上サンガゴですね。向上サンガゴの形が非常に強くて、空とかがね、ない時に、とか、適切な受け、まあ、例えばですけど、お席とかごぼうりがない時に、向上サンガゴをするとね、相手はね、7コス、向上サンガゴで7コス使うじゃないですか。で、7コスと、あと下手したらね、7コス以上ね、結構やっぱ、工場サンガゴね、来た時想像してみると、守りにくいじゃないですか。だから、こういうとこにね、これをつけて、サンガゴポーンってやるだけで、このね、右残りのトリトンと、ウーファイボーイ。イェーイ、外してるー。これね、こういうとこにザップ打って、手札回しながら、ババでダメージを稼ぐと。今、ザップなかったらね、エレキも残ってダメージも入ってないので、ね、ザップですね。で、これ相手がファイブを使ったので、もう一度ゴーストですね。で、これに多分、ジャイプリなんでね、プリンスとか使ってくんのかなって感じなんで、あ、違う。うん。まあ、相手がファイブを使って、あともう一枚ね、リークが出るのって、メガゴ。メガゴじゃねえや。エレキだった、こいつ。メガゴかと思った。で、持って、まあ、これはね、ペッカで蓋しちゃっていいですね。うん。このペッカエレキの形がやっぱ単純に強いんで。はい、で、逆サイ。これどっちかですね。ジャイをここら辺に出すか、そう、プリンスとか出すとね、逆にこっちが止まんなくなるんで。よいしょ。はい。で、ここはトリトンですね。これが強い。もう、プリンスとかね、これだけで突進無効化。はい。で、しかも逆サイから打たしてトリトン生存。強い。これがね、やっぱね、まあ、言うのでもね、今のプリンスぐらいだと受けれるんですけど、何のユニットでも受けれるっていうのは、ね、やっぱり強いですね。サンゴスでホグとか、ゴレ、ジャイ、すべて受けれる。もう強すぎる。最高。強すぎるカードやっぱ大好きなんだよ。ぶっ壊れすぎないぐらい。このトリトンぐらいね、の強さがね、ちょうどいいっすね、俺には。よいしょ。で、エレックを出し、で、これをね、逆サイに引っ張ってあげて、もう、ぬんって感じで、ペッカだけはね、こっち担当ペッカ。で、こっちはもうトリトンだけで処理っていう感じで、あれ全然。よいしょ、まあ。あとはね、このトリトンが無限にやってくれるんで、よいしょ。で、はい。あれ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 。で、まあこういう感じで、もう簡単にね、もう一回同じ位置に、トリトン出して、ひゅいと。やばくないこれ。わかる？このジャイに対しての圧倒的な強さ。これがね、今、ジャイ減ってる理由のね、一つでも、一つじゃない。もう全部まであるんだけど、この簡単に防衛できすぎるっていう、もうここら辺にね、逆サイにジャイを釣れる位置に出すだけで、簡単に防衛できすぎちゃうっていうのが、トリトンのね、最高なところになってます。ありがとうございます。まあ、本当はね、ジャイプリプリの方とかね、一見、ジャイ VS ね、ペッカって相性がね、ジャイの方が圧倒的悪いでしょって思う人もいると思うんですけど、言うのがだと、このジャイね、相性トントンか、ちょっと悪いぐらいなんですよ。そう、ちょっと悪いわけないでしょって思う人いるでしょ今、ちょっと悪いはもったべって思った人。ちょっと悪いんですよ。そう、天ごととかにも聞いても、ああ、そのペッカ勝てますよって、あいつ言うんで。なんで、なんですけど、このトリトンがいることによってね、もう相性激変。相性激変して、もう9-1ぐらい。もう本当にね、トリトン1体で全部今みたいにね、もうペッカ出さなくても守れちゃうんですよ、ジャイが。そんなことあります今までで。
ペッカ出さなくてもジャイが守れるなんてことは今までなかったんですけど、守れちゃうんです。なんで多少攻めすぎてもね、なんだろう、替えが効くっていうか、なんだろうね、まあ保険になるって感じですね。多少攻めすぎてもこいつがいればなんとかやってくれるっていう最高カードです。スケ、なるほどですね。よいしょ。ねー、はい。で、これはちょっとロイジャイの顔が若干変わっているので、はい。ってことは、なー、全然ダメじゃらない。このカード、このクソカード、本当にマジで。腹立つわ、本当に。とりあえずこれで、あー入っちゃいそうだな。いや、スケがあるんでね、これマジで。囲まれちゃうんですよね。囲まれちゃう。あ、でも、大丈夫かな。でこれね、ペッカです。もうね、トリトンで本当はキングギドとかしたいんですけど、わちゃわちゃしてるうちにね、あ、これはね、できますね。もうこうしたら、相手のキョスケをね、ぴょって吸っちゃって、あとは、もうペッカはこいつをね、処理してくれるんで、見ましたこれ。このプレイ。もうこれで終わりなんですよ。これで、うっちも、こっちもキング起動できちゃうからね。うっちもこっちもっつって。はい。こんな感じですね。本当は、ザップの襟だけ残して攻めるっていうのが大事で、こういうね、コウモリとかにザップを打つんですよ。で、こういう、スケとか、ちょっとだるめのやつに、これめんどくせえな。これ強すぎるんだよ、あのカード。マジで。加工した方がいいな、絶対。もうね、トリトン持ってない人がね、負けるっていうのはね、ちょっと微妙ですね。で、キョスケなのって、まぁ、ちょっとだるいですけど、エレキはやっぱちょっと欲しいんでね。はい。で、これはつけちゃいます。よいしょ。で、まぁ、トリトンが回るので、あと、ボイポイズンという感じで、ペッキーン。これはまあトリトンで引っ張ってからコウモリ処理かなっていうのがね、若干見える、俺には。よいしょ。はい。で、まあこんな感じで、サンガゴですね。このサンガゴ工場が強いんでね。よいしょ。はいはいはい、溶かして溶かして。溶かして溶かして。痛い、痛い、痛い。で、まあケツペッカと。ちょっとアド取って、いい感じになったらケツペッカですね。で、はい、ケツ、キョスケ合わせてくる。逆サイゴースト投げて、こういう時はね、絶対キョスケで処理されちゃうんで、逆サイですね。同サイじゃなくて逆サイに。で、ペッカの処理取ると思う。これ大事。で、工場の前にゴーストからのこの形ですね。強いのは。で、ちゃんとコウモリにはザップ打ってあげると。で、これもう、どうせスケとか来るんでポイズンいっちゃう。あー、でもこれちょっと調子こいたな。ちょ、調子こいちゃった。ちょ、やっちった、今の。やっちったな。まあ、どうせこの位置なんで。よいしょ。これまあね、相手がエリー使ったんで、ケツペーン。や。で、これにもね、何かしらを裂かなきゃいけないっていう。で、ゴースト出して、で、まあ、これはね、もうバッカー食らいたくないので、トリトンで真ん中に押しちゃいます。こうやるとね、ペッカがね、壊した後、こっちに向かうんで、おっと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 。コウモリ。コウモリ来るよ。来やすいよ、このコウモリ。よいしょ。オッケーオッケー。スケがね、まだ切ってないんですよ。これよくねえんだよな、マジで。いや、出が切ったからこっちいいよ。出が切ってなかったら、キング起動したとここに来ることが多いんでね。ペッカこっちよりもこっちに出した方が、距離が近いんでね、おすすめですね。ただ、出がを切っていたら関係ないっていう。これトリトンいいですね。つけちゃって。トリトン来るんで。よいしょ。こっちに、あ、ま、防衛ポイズンやるな、よく。よいしょ。で、これで、また、こっちに何かしらを割いてね。トリトニアですね。よいしょ。で、トリトン割いたってことは、いつもね、防衛に使われてたトリトンがね、なくなるんで。で、今回防衛ポイズンされやすいので、一回ステイで、一旦ステイサムでいきたいと思います。よいし
うん、いいですね。おや、今引っ張ると思ったんだけど俺。まあまあ、でもこれこいつ空対応してないんで。いけ、よいしょ。こういう感じでペッカを出してあげて、まあ、正直ね、泥沼っすね、まあ、こっちにつけてあげて、まあ、キョスケとか来るはずなんでね、俺的に。まあ正直トリトン来るかな、これ。よいしょ。いやー微妙。このトリトンいるだけでさ、試合がこうなるっていうね。いやー、ボーイポイズうまくやられたなー。もうちょっと削りたかったですね。マジアジアとかいればね、もうちょいワンチャン狙えるんですけど。いや、ちょっと今の試合つまんなかったかな。すいません。すいません。すいません。で、トリトンね、相手とか12だったけど、全く気になんないじゃないですか。そう、だから、レベル10ぐらいでもね、正直ね、あの引っ張り能力が強いんで、あ、変わんないですね。そう、だから、レベルが低くても使えるっていう。トリトン引いた瞬間、マルチで使っちゃっていいっすね。うん。もう相手が、乾燥とかでも、余裕で使えます。これ割と森なしのガチ意見ですね。トリトンの引っ張るのがね、まああのレベル低かったらね、ちょっと引っ張りにくいとかね、そういうのがあったらね、あのまあレベルマックスじゃないとダメってなるんですけど、もうレベル1でも全然引っ張ってくれるんで、こいつ使い得っすね、今の環境。逆に、まあね、相手が使ってなかったら別に使わなくてもいいんですけど、相手が使う、おや？これは？そのジャックか？そのジャックかどのジャックかわかんないけど、よろしく。あのジャックなのか、どのジャックなのか分かんないですけどね。あ、でもアイゴレを見た感じ、もうジャックですね。そのジャックですね。アイゴレマスク。まあ、消すといってもアンパイですね。うい。バルーンかな、最近のジャックの印象は。バルーンですね。なので、よいしょ。よいしょ。この工場があっち行かないかな。ダメだ、ちょっと待って、この工場なしにしたい。正直今のひどかったな、今のちょっとやりすぎた。これバルーン来るな、アイゴレバルーン、やだーやだー、来るなこれ。正直まあ、一発は入っちゃうですね、これ。しょうがない。諦めの許容で。ザップとかね、打っても多分今一発入ったら、雪玉だったらまた話は違ったんですけど。そう。ただ、このね、あ、雪玉だったらバルーンにってなるじゃないですか。普通だったら。なんですけどね、俺は一味違うんですよ。そう、あのね、本当だったらなるんですけど、これで相手がまたケツマスク合わせてくるんで、ケツペッカかな。うん。よいしょ。合わせてこない。全然。マジ？そんなの取ってた？いや、気づかなかった。4アドくらい取ってたな、これ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。あ、やべ、これにザップ使ったら。インフェが。まあ、これでいいんです。よいしょ。取りま。よいしょ。いいよ。これでゴーストいけ、ゴーストいけ、ゴースト、お前はそっち行け、お前はそっち行け。これタルバブとか引っ張れるね、これで。いしょい、いけ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 、全然いかない。8枚溜まってるだけで。よいしょ、はい、いけ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 、体感あれ、体感あれ。あー、いらなかった、もったいない。もったいない。まあまあまあ、でも、このね、空薄い中で頑張ったっすね。これ多分 ISP が来る。よいしょ。OK。バルーン引っ張り。よいしょ。あ、一発入った！なんで一発入んのこれで。おかしくない？運営さん。
とりあえずバルーンが来たら嫌なので、回してる、めっちゃ回してる。これでアイスピとかもね来ないんでね。オッケー、守った。グッドゲームですね、これは。勝ちっすね。オッケー、勝ち面、勝ち面。オッケー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 、グッドゲームと。おや、これ本物のジャックということは、つまりはサムネに使えるジャックですね。さては YouTuber 事情。お、めっちゃ浮く。イエーイ。最近、あ、13位。出た。サムネ映えするジャックさんだ。ありがとうございます。ってことでですね、今日やってったんですけどね。一回負けちゃったかな、これ。何戦やったか。3戦か。あ、引き分けだったんか。だからこんな長いのか。ってことでね、今日もやってったんですけどね。ぜひ、割と強かった。思ったより強かったわ。うん。俺いつもね、マジアチ型しか使わないから、サンガゴ型ね、見ただけでね、動画とかでは全然その紹介できるこういう特徴がありっていうことを言えるんですけどね、なかなか、そのね、なんだろう、マルチで使うって、このデッキをね、もう極めて今シーズンこれを使うっていう風にはね、ちょっとサンガゴっていうだけでね、ちょっと毛嫌いしちゃうところがあるんですけど、結構強かったのでね、ワンチャンあるなって思いましたね。ということで、今日はこの辺で終わるんですけどね、また、今日今、リーグ終わった後に突然、タロン戦に、勝って、あ、やばい、ネタバレしてしまった。ごめんなさい。ごめんなさい、もう謝るんで許してください。で、まあ、タロン戦に勝ってね、めちゃくちゃいい気分なんでね。で、次の、いつだっけな、土曜かなにも、キック戦とかね、ダチャ、カオス戦だ、カオス戦だ、とかね、あちあちのね、試合がね、いっぱいあるので、ね、ぜひ、そちらの方もね、見てください。で、あと、YouTube 毎日動画あるんでね、もしよければ、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。ということで、今日は終わります。バイバイ。